ジアネス明治安田 J1 リーグ第6節ジュビロ磐田対アルビレックス新潟戦の、振り返りの方喋っていきたいと思います。はい、結果の方はね、2対0で、完封勝利っていうところで、感想の方なんですけど、まあ現地で見てて、前半はね、まあお互い自陣でボールつないで、まあほとんど互角の内容だったのかな。まあ若干岩田を知ってたかもしんないっていうぐらい、まあそれぐらい、まあちょっと拮抗した、前半だったと思うんですけど、後半ね、川島選手が2本ビッグセーブあって、そっから PK のね、チャンス生かして、で、ジャーメイ選手、2点目というところで、2対0のスコアになってます。で、PK100% 男ってことで、まあ、ジャーメイ選手ね、PK 外したのは、まあ、ジュビロ来てからはおそらくないんじゃないかなっていうところで、まあ、かなりね、PK に、川崎戦は左に2発 PK 入れて、今回ね、右に蹴って、小島選手小島選手から見て右か。なんで、ジャーメイン選手の蹴る、川崎戦で蹴ってたコースをね、読んで飛んでたんじゃないかなと思うんですけど、そこを見事逆にね、ジャーメイン選手がついてゴールしてました。で、まあね、次の PK どっちで蹴るかっていうのはね、もう相手からしたらちょっと迷うんじゃないかなっていうところで、いいコースに蹴ったんじゃないかな。多分あのコースでも読んでても入ってたんじゃないかなって、ちょっとね、思ったぐらいいいコースでした。はい。で、クリーンシートで全員体を張って守備してて気持ちが入ってたプレーっていうことで、もう見てて思ったのが、前半からね、結構滑ってて、雨で滑ったんじゃなくて、スライディングでね、もう体張って止めに行ってるシーンが結構目立ってて、今日結構全員出てる選手気持ち入ってるなみたいな、もう絶対止めるっていうようなね、もう本当結構滑ってるシーンが多かったんじゃないかなって思って、で、個人的にはグラッサ選手結構この試合良かったかな。まあ前半だけだったら鈴木海斗選手ベストプレイヤーに推してたかなっていうぐらい、センターバックの2人いい仕事してたんじゃないかなって思ってます。はい。で、最後ね、まあ、勝った試合なんですけど、相手はフィールドを10に入れ替わってて、で、得点パターンもロングボールからの得点。まあ、PK もロングボールから、まあ、相手のね、ハンドっていうところで、チャンスがロングボールだったっていう。まあ、ロングボールだけのチャンスじゃなかったんであれですけど、まあ、ゴールにつながったのはロングボール。からっていうところでね、まあ横内さんが思い描いてるゴールっていうか、やりたいサッカーからのゴールっていうパターンではなかったのかな。まあ一つのね、まあ手とゴールの手段としてはありとは思ってはいると思うんですけど、まあサイドからのクロスだったり、まあ中崩してのシュートからのゴールっていうところを考えると、ロングボール2本での、まあ、ゴールにつながるっていうのは、まあ、ちょっと他のゴールパターン作らなきゃっていう、まあ、課題にもなったのかな。あと新潟の方はね、まあ、10人入れ替わってたからっつって、まあ、ターンオーバーで、まあ、メンバー落としてたとかっていうふうになんか考えとかではない。まあ、もちろん勝ちに来てたとは思うんだけど、やっぱね、まあ、ターンオーバーで10人入れ替わってればね、ベストメンバーじゃないのかなっていう、まあ、そこの新潟に勝ったのはでかいですけど、うん。
ベストメンバーだったらどうだったのかなって、まあ、個人的には新潟の方は高木選手が結構軸なんじゃないかなっていうね。その高木選手がいなかったってことで、まあ結構やるサッカーっていうか相手としては結構違ったサッカーやってくるというか、うん、高木選手を外に散らしたりとか、うん、うまい印象のある選手なんで、まあね、負けなかったのは本当に大きいんですけどね。で、まあ、まとめるとね、まあ、とにかく結果が出てよかったし、内容もね、悪くなかったんで、まあもう、連勝に期待ってことでね、この勝ちをつなげていってほしいなっていう感じです。はい。で、まあ、さっき言ったね、スタメンで、新潟の方はね、フィールド前節から10に入れ替わってて、個人的にはトーマス・デン選手、まあまあ、ちょっと厄介だったかなっていう。まあ、結構トーマス選手一人で、まあ、周りの選手ももちろん頑張ってたと思うんだけど、結構なんかトーマス・デン選手が頑張ってたのかな。あと小島選手、ビルドアップやっぱね最高に上手い選手だなって。まあ小島選手がねビルドアップ加わることによってボランチ2枚がねまあもらいに動けるんで、まあ小島選手長短のパスはやっぱ見ててうまかったな。まあ一回ね前半の終わりぐらいにビルドアップなんかうまくいかなかったようなシーン、まあ小島選手が悪かったってわけではなくて、まあボールもらうのに動く選手がちょっと少なかったところをジュビロの方がねプレスかけて、まあパスミスみたいなのを誘ったのかなっていうようなシーンでしたけど、基本的には小島選手、ビルドアップもかなり優れた選手なんだなっていうのを実感した感じでした。あと印象的には新潟の方はやっぱね結構中でペナルティーエリア内でもつないで崩してシュートを打とうとしてたっていう、もうそこを打ってもよかったんじゃないっていうようなとこもしっかりつないでパッシュートっていう風につなげようとしてたっていうようなね感じにも見えたかなって。まあジュビロにもそれ言える時があるんだけどね。まあジュビロの方はね、スタメン思ったよりも入れ替わってなくて、まあ藤川選手100試合出場ってことでね本当に嬉しいことで、まあ前半だけのプレーでしたけどね、まあ次節とかも出る可能性あるんじゃないかなっていう。まあ今回ジュビロの選手みんな良かったかなって。松本選手とか平川選手とかも守備陣にすごいポジションが効いてるなっていうふうに個人的には見えました。まあ活躍は地味だけどやっぱ効いてるんだなっていうのをちょっと見てて思いました。あと上原選手ちょっとミドル今回打ってなかったのかなって、まあ、打つ機会がなかったというか、まあ結構上原選手がバランサーになって藤原選手が結構まあビルドアップ時センターバックのところまで下がったり前まで上がって結構キーパーにねプレスかけたりとかしてるシーンがあったりして、藤原選手が上下動いてるのかなって思いきや最後のねスタッツ見ると上原選手がね 11. 何キロ走ってたっていう風に出てたのかな。この試合トップの、走り走行距離かっていう風になってましたね。そうなると結構やっぱスタメンは外せないというか、今外しちゃって変に変わるのが怖いのかなっていう感じでしたね。はい。で今回のねベストプレイヤーは、川島英二選手選ばせてもらいました。まあ前半だけだったら鈴木海人選手かなって個人的に思ってて、
ただね、後半やっぱ2本ビッグセーブして、そこから点にね、つながったっていうところで、まあ、ジャーメイン選手がね、公式ではあの MVP みたいな感じになってましたけど、まあもちろんね、そこを全然個人的にも同意できる部分はあるんですけど、まあ川島選手かな、この試合は。やっぱ2点目のね、ジャーメイン選手のゴールも、川島選手のパントキックからのペイショット選手の落としで得点にも関与してるっていうところで、まあ川島選手MVP というかベストプレイヤーに選ばせてもらいました。順位表の方なんですけど、思ったより上がってないけどかなり団子状態、まあちょっと見てもらえればと思うんですけど、勝ち点もう9まで行くと6位で8なんで、次ジュビロが勝って、まあ、上が全部負けるとか引き分けとかになる可能性あるのかちょっとあれですけど、うん、まあ勝ち点最大9までね、ジュビロは上がるんで、そうなるとまあ上の、まあ、6位7位ぐらいまではいけるかなっていう、まあ次ね、対戦相手が1個上の京都さんなんでね、まあ次は勝たないとダメでしょっていうようなね感じで、下がベルマーレ、サガン、コンサドーレ、まあコンサドーレはちょっと勝ち点1なんで、まああれですけど、サガンとベルマーレ、まあ湘南鳥栖はまあひっくり返される可能性があるんでね、絶対負けられないっていうところで、まあヴェルディが上にいるっていうね、まあちょっと同じ昇格組として負けらんないなって感じです。はい、で得点シーンはちょっとね PK のシーンなんですけど、まあこの PK はね、グラッサ選手がロングボール蹴ってからセットプレーだったか、セットプレーですか、ちょっとどういう状況だったか忘れちゃいましたけど、グラッサ選手が大きくロングボール蹴ってジャーメイン選手と相手選手2人セットで追いかけて、まあちょっとね、外かペナルティーエリアにかちょっと際どいところで相手選手がハンド、まあ完全に手には当たってはいたんでね、ハンドにはハンドなんでしょうけど、っていうところで PK になって、まあジャーメイン選手が右隅に豪快にゴールっていうことでね、で小島選手は逆を飛んでたっていうところで、まあジャーメイン選手どういう心境で蹴ってたのかちょっと詳しく聞いてみたいなと思って、川崎戦で2回とも左蹴ったから今回右にしたのか、なんか他に理由があるのかね、ちょっと聞いてみたいなっていうような感じでした。はい、で2点目なんですけど、これは川島選手からのねパントキックで、でペイショット選手が相手に競り勝ってジャーミー選手の方にまあ落とすというか、うん、まあ落とし狙ってジャーミー選手の方にヘディングして、そのボールが転がってトーマス・デン選手もちょっと反応はしてたんだけども、ジャーミー選手の方にボールが近かったしっていうところで、ジャーミー選手がね抜け出して右足でシュートと。いや、このシュートがね、ちょっと上手いなと思ったけど、ジャーメイ選手右足で蹴ってんだよね、それ。で、小島選手、ポジショニングとしては、ど真ん中にポジション取ってて、まあ、そこからじゃ届かないよなっていうところに、ジャーメイ選手がね、いいコースに蹴ったなっていうシーンでした。うん。まあ、ジャーミン選手がね、シュートしたシーンも結構中央寄りだったんで、小島選手のポジションもね、まあ悪くないところではあったんでしょうけど、やっぱ芝がね、濡れてるんで結構滑ったりとかして、ボールもスピード乗って、いいコースに飛んだなっていう、まあ右足でああいうコース蹴れるんだと思って、感心して見てました。はい、っていうことでね、最後ウィナーの方なんですけど、まあ
ジュビロが勝ったのにウィナーは負けっていうね、まあ接戦失点っていうところをスコア予想していたので、 2-0 はねもう捨ててました。 2-0、3-0 は、 1-0 はかけてたんだけどね、まあ接戦だったら 1-0 もあるかなと思って、であとはねもう 2-1、3-1、3-2 と、もう完封勝利はあまり期待してなかったというか、点取られるだろうなっていうちょっと読みをしてたのが大きな間違いっていうところでね、まあ自業自得なんですけど、まあ磐田勝利イコールウィナーの勝利ではないっていうところで1勝5敗、もう今回3000円マイナスプラスしてマイナス1万800円の、現在収支になります。京都戦はね絶対当てていきたいと思います。はい、でまあ今日のニュースで、まあ鈴木海斗選手がねアンダー23日本代表選出ってことで、パリ五輪の最終予選兼アジア杯で初戦が16日っていうことなんで、これ決勝の方まで行くと5月最初のところまで、5月3日とかかな、ゴールデンウィーク中ぐらいまで、鈴木海斗選手が不在になるってことでね、まあその不在の穴をね、まあ伊藤真希人選手が今どういう状況かはちょっとわかんないですけど、伊藤真希人選手だったり森岡陸選手、あとパクセギ選手がねセンターバック入ってくるんじゃないかなっていう、まあグラッサ選手は不動かなと思ってるんで、でちょっとね鈴木海人選手には頑張ってもらいたいなって思います。新潟戦はねほぼパーフェクトな出来だったと思うんでね、期待してます。でスタジアムで直接スタジアムに行って購入した、まあ、ガチャガチャみたいな袋閉じみたいな袋に入ってた、ミニマグネットリボン買って平川玲選手が出たんでね、平川選手に、サインもらえたらなって思ってます。であとサウナハットがねこの日発売開始だったんで、サウナハットの方、購入してきました。であと今年のタオルマフラーってことで、上村選手を、まあチームのね初ゴール決めた上村選手にしました。まあ今年最新ゴールした選手を購入しようと思ってたんでね、あのリーグ戦でそれが上村選手やったんで、上村選手のタオルマフラー買おうと思ってたんですけど、結構ね売り切れの時が多かったっていうか、あの柏レイソル戦ではね上村選手売り切れだったんで、まあ、今回行ったら、入荷してたんで購入してきました。はい、ちょっとねここまで試合の振り返りの方喋ってきましたけど、また明日ね、日曜日に京都サンガ戦があるんで、自分はそれ現地行こうと思ってて、土曜日にはもう京都向かってるんで、また明日の金曜日の夜、京都戦のプレビューなんか喋っていければなと思って動画出したいと思います。新潟の方もね結構強くて、前半どっちが勝ってもおかしくないような内容だったけどね、そこをまあホームで初ゴールも生まれて、勝利できたのはすごい良かったかなって思うんですけど、また次にねつなげてもらわないと、まあ結構団子状態なんで、一回勝てばね順位も上がっていくんで、次も期待して京都の現地参戦行ってきたいと思います。また良ければね見てください。じゃあまたね、バイバイ。